はいどうも、ジローです。今日はね、もうね、今後ね、もう適当に動画配信していきます。なんかね、多分 YouTube もね、その LINE ライブとか、そのライバーみたく適当に語って編集なしでもね、全然投稿、動画見てもらえる可能性もあるし、見てもらえてる人いるじゃないですか、ソワンワンさんとか、スーツさんとか。まあ、もちろん話が面白いってのはあるんだけど、まあ、多分 LINE ライブとかやるよりかは YouTube って残るじゃないですか。で、今までの動画とか見れるわけだし、ライブよりは多分見られるわけですよ。だから、しかもチャンネル登録もしやすいっていうか、なんだろう、視聴者が多いんかな、とにかく。だからまあ、可能性としては LINE ライブとかよりも YouTube をこうやってライブみたいな感じで適当に語る方が、まあ、需要が多いんかな、高いんかなって思って、まあ、今回から、まあ、1日3本投稿やっていきたいんですけど、まあ、語ることなくなっちゃうなっていう感じはあるんですけど、僕は結構多分いろいろ経験してるんで、まあ、これからも経験していくんでいろいろ語れるかなと思います。で、今回何話すかというと、まあね、今話題の「天気の子」を僕はまだ見てないんですよ。まだ見てない。明日見に行くんですけど、楽しみですねという報告をしようと思いました。細田監督の作品って、僕はね、細田監督じゃないや、新海監督か。新海監督の作品は僕初めて見たのは本当に「君の名は」だったね。君の名はを見てから、その新海監督の作品、今までのをこんなのあるんだって見てったらすごいファンになって、まあ、ほとんど全部見たんじゃないかな。まあ、最初あたりのさ、よくわかんないアニメっぽいやつは見てないけど、まあ、ほとんど見ましたね。星を追う子供たちだっけとか、あと秒速5cmとか、あと琴の葉の庭とか面白かったですね。やっぱああいう人生系の映画って僕好きですね。で、明日ついに天気の子を見れるわけですよ。明日ついにね、やっぱ細田監督じゃない、細田監督とかも新海監督とか宮崎駿監督作品とかは、まあ、映画館で見たいっすよね。うん、テレビ地上波でもいいんだけど、やっぱりカットされるととか、やっぱりあの臨場感とか音とかあるじゃないですか。だから全然感じ方も違うと思うんですよ。だから明日ね、どうなんだろうね。先輩とかは天気の子をもう2回見に行った人とかもいて、それぐらいまあ良かったって言うんですよ。だから、まあ、僕もやっぱ見た方がいいなと思って、まあ、僕はあんまお金ないんで、映画月に1回映画館で見れるか見れないかぐらいなんですよ。まあでも去年じゃない、先月はアラジン見に行ったか、1ヶ月の間に1本だけだね、うん、映画館で見たのは先月はアラジンだけでした。で、今月は多分この天気の子だけですね。楽しみ楽しみ。でも前回行ったらさ、そうなんかポップコーンとか、まあ、食べながら行くじゃん。ただ隣の席の親子たちがその子供を連れてたんですね、小さい子供。だからすごい泣くというか、なんだ、騒ぐんですよ。そうだから、なんか10回ぐらいね、自分の前を行き来されたんですよ、親と子供を連れて。だからね、やっぱ席の可能性というか、運ですよね。席は運次第、運次第なんですよ、席は。まあそういうのはあるけど、天気の子はないことを祈りましょう。楽しみだな。どういう物語なんだろう。君の名はではさ、裏切られたんですよね。そのいい意味でですよ。そのなんか CM とかPV とか見てる限り、まあ、入れ替わってそういうストーリーなんかなって思ってたけど、まあそうなんだけど、まあ、また全然ね違うっていう、そうイメージしてたのとは全く違う映画でした。だからきっと僕のイメージしてる天気の子も、まあ、また違うイメージ、違う映画なんだろうな、イメージしてるのと。だからそこがね面白いですよね。逆にイメージ通りだと、あ、まあそうかで終わっちゃうんだけど、イメージ通りじゃないってので、あ、そっちへっていう驚きとかね、面白さがあるんじゃないかなって思います。天気の子明日見に行きますという報告でした。皆さん見たかな。見た方はコメントください。まあ、僕も明日見て、まあ、また後々天気の子見た感想もこんな感じで述べたいと思うので、まあ、見てくれる方はグッドボタン、そしてチャンネル登録、どちらかよろしくお願いします。で、こんな感じでね、1日3本投稿、もうね、見たいのだけをポチって押してくれればいいから、まあ僕はこれ、まあ、自分のストレス発散にも、込めて、あとなんだろう、続ける継続力とか、あともしこれでファンができたらそれでコメントもらって、それについて語るとかもできるし、自分を見返すというか、なんだろうな、まあ、そういう、まあ、ちょっとしたなんだ、チャンスじゃないけど、まあ、そういう時間を作るためにも、こういう YouTube で適当に話す、語るっていう時間を設けようと思いました。ということでね、また戦略とかも変わるかもしれないけど、こんな感じでやっていきます。それじゃあね、バイバイ。